Japanese idol and currently work as a tourist guide. If you would like to join the Smiley Tour, please check out the link in the description below. In this channel, Miley and Ganko-chan share real information about Japan from a Japanese girl's perspective. If you wanna know real Japan, please subscribe! それで今日はその前に I have to tell you one thing. I didn't say anything because it's a bad Japanese habit, but I actually changed the Smiley Times logo and the main costume to this. The opening video also has been renewed, and only 3 people have noticed and commented. Thank you very much. So, now I have to tell you properly. The Smiley Time has been renewed. And this time I visited a popular Japanese idol, Ichigo-chan's castle! It's a heavenly feeling to be able to go to her room. Although I look like this, I'm old man at heart, so I was so excited. The Japanese idol industry has not yet globalized and shrouded in secrecy, so it is difficult for even famous YouTubers to go to the houses of the Japanese idols for interviews. So, this video is very special that only Miley, a former Japanese idol, can make. So, please enjoy this video until the end. Okay, it's time to go to the Ichigo-chan's castle. Are you ready? Let's jump in right now. Pyong! Finally, I got to Ichigo-chan's house. Yay! 私は今、Ichigo-chan のお家のまず撮影ルームに来ています。じゃあ、いちごちゃん、どこにいるかな？どこに、あれ、いちごちゃんどこだろう？いちごちゃん？はーい。いたー！いちごちゃんだー！今日のスペシャルゲストのいちごちゃんです。Please introduce yourself. 皆さんこんにちは。こんにちは。いちごでーす。えぐちいちごちゃんです。いちごてやんって呼んでください。せーの。いちごちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ここは、いちごちゃんのライブストリームルーム、ライブ配信するお部屋なんだよね。だから多分いつもこういう景色見てると思うんだけど、ちょっといちごちゃんサイドからやってみようかな。こうやってパソコン開いて、パソコン開いて、おお、いちごちゃんサイドの景色いただきます。はい。ディディディン。あ、すごい、これがよく見える。結構眩しいんですよ。じゃあちょっと気になるところを掘り下していっちゃうよ。ででん。これ。これ。Whose house? Whose house? 誰のお家？私のお家でーす。あ、住んでる人も全部いちごちゃん。これはいちご様のアクリルスタンドですね。はい。ここのね、土台まで可愛いんですよ。あ、本当だ、うん。土台もそれぞれ違う。そう、それぞれ違う。ね、これ見て、いちごだよ。うんうんうん。かわいい。これが好きなん？うん。なんだっけこれ、ちいかわのうさぎ。うさぎっていう名前？うん。うさぎちゃんです。うさぎちゃん。うさぎ好き。You like rabbits? うん。これはウサギのフィアットって言うんですよ。え、I've seen her. I don't know why. え、is this the ballet character? バレエの。バレエの。キャラクターだよね。うん、見たことある。一目惚れ。かわいいでしょ。かわいい。そう、いちごちゃんバレエやってたんだよね。そうそうそう。Yes. あ、これもね。
your なんていうのこれ。これはトレーディングカード。トレーディングカード。え、エロくない？エロ。エロい。え、いちいち全部エロいんですけど。え、エロくない？アップして。そう。I can see her bad. え、エロ。いちごちゃん結構エロ、攻めてますよね。そう、攻めてる系だよね。確かに、うん、攻めてる系ですね。うん、ビデオとかもやってて。あー、うん、これはアクセサリーボックス？うん、はいっぱい。そう、ここが衣装のパーツとか、うん、開けていいですか、うん、こういう感じで、じゃあちっちゃい帽子、頭に乗せるやつ、うんうん、衣装のこの首につけるところ、あ、はい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 、黄色いやつね、これ、うん、これあれだ、このポスターでつけてるやつ、あ、ほんまや、お、これですね、お、本物や、あ、もうすぐだね、そう、もうすぐなんです。だから毎日配信してて。みんな来てねあ、こっちもいっぱい入ってるの。これめっちゃ可愛い。マイリさん絶対好き。うさぎ。あー、ラビット。かわいい。私ね、うさぎの肉食べたことあるよ。え Have you eaten rabbit meat? え今このタイミングでうさぎを食べたことあるよ。はい。怖い。結構ヨーロッパだとね。食べるんだ。へぇー。そう。かわいいね。ほんと、うさぎだ。うさぎ、うさぎいっぱい。うさぎ多い。え、私これつけたい、これ。うん。これつけたい。つける？うん。あ、ちょっと、いちごちゃん髪ボサボサになっちゃった。ごめんね。うさぎをこうやるのか。うん。しゅ。あ、かわいい。垂れ耳ですね。垂れ耳。垂れ耳。マイメロディーわー、かわいいです。かわいい、かわいい。すごい、萌え萌えキュンって感じ。うんうんうん、うさぎちゃんはなんかつけよう。うさぎちゃん。うん。あ、うさぎちゃんじゃないよ。いちごちゃんもなんかつけよう。そうだね、なんかつけよう。いちご様になって。イエーイ。じゃあ私クマにしようかな。あ、ダッフィー？ダッフィーみたいな。みたいだけど違うのか。なんか茶色いレッドッグとか。ああ。チョコレートカラーの服に合わせる。つける。オッケー。あ、めっちゃ似合う。いい感じ。イエーイ。じゃあこれでルームツアー続けます。はい。次にですね、気になっちゃったところがですね、これの中に一体何が入ってるかっていう、このね、謎のでかいタンスの中に、これはアイドルの謎が秘められてる。ここはですね、開けてはいけない開けてはいけない扉。ここら辺は多分下着系だから、うん、あダメだ見ないで。この辺だったら全然開けます。うん、3322111イエーイ。オープン。あ、めっちゃ服じゃん。うん、本当に。お洋服だ。ちゃんと綺麗に畳むタイプなんだね。そう、いちごちゃんは、ね、結構アイドルの部屋って汚いことかも結構いるんで綺麗に畳まれています。そう、割とね、整理整頓ができるタイプですね。うん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 。結構普段のお洋服はあまりいちご系じゃないんだね。そうだ ね、 ね、大人っぽい。そう、自分の感じの靴。うん、自分の、あー、え、これはバッグ。ん、バッグ、待って、バッグじゃない、バッグじゃない、あ、短いんだ。バッグかと思った。めっちゃ短いですね。めっちゃ短いですね。オリジナルの形はこれだったわけよ。普通のはこう。そう。切ったらさっきのカバンみたいな。カバン。ちょっとじゃあ、うん、ついに、あそこ開けちゃってもいいかな？お！ついに、女の子のドリーム、開けちゃうよ！オープン！はい。せーの。デデデデーン。そしてこっちも。デデデデーン。おー！アイドルズコスチューム、うん、ワードローブ。え、ちょっと覗いてってもいい？うん、I've seen this costume。 うんうんうん、冬の衣装だ。なんかね、かわいい。アリのママの姿見せるのよ。え、これめっちゃかわいくない？これかわいい。これマイリさん絶対好き。見せて。おー、かわいい。え、こういうのは全部オーダーメイド？そうです、オリジナル。わー、How much does it cost? これは、うん、これはでもプレゼントでやってもらったやつだから無料かな、うん、
そうなんだ。じゃあもう本当にスペシャルだね。そう、スペシャルなやつ。そうそう、宝物だね。宝物、そうですね。形がだってこういうの売ってないもん、普通に、うん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 、市販には売ってない。確かに私が好きなやつ好きなやつだわ。なんかね、オタクってこういうの好きなんだよ。いちごちゃんのファンはわかんないけど、いつもアイドルってこういうカラフルな服着てるから、たまにこういうのボンって入れるとみんなね、めっちゃ食いつくんですよ。確かに。そう、オタク割と好きだよ。ちょっとこういう制服みたいなカチッとしてて、うんうんうん、なんか腹がたまに出るみたいな。そうなんだよね。そう。腹チラって言います。腹チラはね、人気なんです。どれが一番好きな衣装？やっぱこれかな、ジーンズ生地なの。あ、それがお気に入りなんだ。うん、それかわいい。でも、そろそろ冬だから、うん、こういうの着たいかも。ファー？おー、かわいいでしょ。かわいい。スカート、スカートかわいい。なんかプリンセスだね。うんうんうん、プリンセス衣装。重たいしね。あー、おーおー I can't carry。 アニエが入っちゃってるの。あ、もうセットなんだね。そうそうそう。だからハングするときかさばるね。うん。あれでしょ、上にさ、こうパニエがいっぱい。そう、そう、アイドルあるある。私もほらパニエマイリも入ってるから。このパニエは私はシューズボックスの中に、もうぶち込んでる。ぶち込んでる。そうそう、ぶち込む。私はもう投げ入れてる。パニエね、投げ入れてぶち込んでる。でもまださ、ストレージに余裕があるから、まだまだ一応増やせるね。そうですね。大丈夫だね、うん。意外と私のクローゼットよりゆとりがある。本当に？うん、はい。少ないと思ったら、ここにも、こっちにもいっぱいあったー。いっぱいあるじゃん。そう、畳めるもの。うん。こういうね、畳める。ああ。こっちに入れてるんだね、うん。こんなに衣装あったら、一個ぐらい壊れても大丈夫だね。私、グループだったから、衣装5、6種類ぐらいしかなくて、うんうんうん、ずっと着てると、この脇の部分が破れたりとか、あるけど、うん、もう通気性いいし、破ったままで使う。なるほどね。あ、これ。この衣装がこれだ、うん。え、破れたの？破れてない。ちょうどあった。エロい、ちょっとエロくない？まだ？あ、もう詰まってます。制服とか。うん。あ、制服だ。エロいよ。エロいよ。こんな短い。短い。それ隠れますか、ちゃんと。ちゃんと隠れるの？隠れないから。隠れないよね。もう。隠す気ないよね、それね。ライブではさすがにね。ライブではちょっと、もうね、回った瞬間に裸だよね。なんか来てくれてもいいんだよ。いやー、すごい楽しかったです。なんか女の子のミラクルルームみたいな感じで。で、せっかくなんでちょっとベッドルーム見せてもらっちゃおうかな。いいですか？いいですよ。やったー！やったー！それでは、ベッドルームお邪魔します。ディ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 ーン。あれ？なんか汚ねえな。あれ？なんか汚い。あ、こっち側かわいい。こっち側かわいい。ちょっと立って。うんうんうん、ほらここかわいい。ここかわいいけどこっち側。あ、ここでなんかやるんですか？ここでこのリングライトを焚いて。ああ。こうやってやって、うん、自撮り。She started idol job 11 years ago. Then we did live performance at the same stage before, but we don't know each other. After a long time, we met and so we did live performance together. That's so amazing. ね。ね、わかんない。で、next March, she will held an idol event and I will take Smiley Tours participant to the stage and I also am going to perform.on the stage as an idol. So I can't wait です。ということで、なんかアイドルっぽいことをしたいと思います。はい。あと、アイドルの自己紹介って結構ユニークだから、今からやってみたいと思います。イエーイ。
実は私はアイドルはもうめっちゃ前に辞めたから覚えてるかわかんないんですけど、やってみます。はい、じゃあいちご先生から、先輩から。え、どうぞ。はい、いちごてやんこと江口いちごです。よろしくお願いします。イエイ。私の普通なんですよ。え、めっちゃ普通。なんかないの？ないの。なんかそういうなんとかかんとかみたいな。作りなよ。えないの。前になんとかないの？ない。あ、ないんだ。そう、だからまゆりさんの一回見てみたいです、うん、あ、オッケー、ちょっと思い出すね。思い出して。じゃあ私が月よりって言ったら輝くって言ってください。うんうん、うん、オッケー。はい、じゃあいきます。はい、うるわしくかぐわしく月より輝 く。はい、なんとかつんとかこんとかのまゆりこと渡辺まゆりです。よろしくお願いします。イエーイみたいな感じだった。かわいい。そう、かぐわしくって何ですか？かぐわしくはいい匂いするってこと。Smells good。ああ。そう、うるわしくってな、英語でなんて言うんだろうな。いい感じだよね。うんうん、そう。なんか、そうだね。私が昔なんか、MC とかの先生をしてたことがあって、で、その若い女の子たちに、うん、女の子ってうるわしくかぐわしくいないといけないからって教えてたんですけど、まあそれです。いつも言ってた。やっぱせっかく女子の武器持ってるなら出した方が良くない、うん、みたいなやつ。素敵。それを自己紹介に使ってました。かわいい。なんかまゆりさんっぽい。あ、ありがとうございます。プリンセスとか好きだから多分同じじゃない、うん、好み、うん、バレエやってた。私もなんかあのマインドとしては、うん、こう清く正しく美しくみたいな。あ、そう、うん、あるから。そのカテゴリーだよね。うん、そのカテゴリー。そうそうそう。え、じゃあちょっと Y 字開脚。あ、私もうできないんですよ。できないで、逆に。え、できると思う。やる。そう、うん、やって。うん、OK。ちょっと画角変えますね。あ、足上げちゃって大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。いつでも上げられるようにしてる。どうぞ。わー、はい、すごい。よいしょ。あ、あいまでいけるかも。ほいっと。わー、めっちゃすごい。でも、さすがにブリッジはちょっと、厳しいかなって思うんですけど。ブリッジできるの？そう。嘘。壊さないかな、人の家。すごーい。すごい。いえ。やばい。やばい。なんだ。やる？できない、できない、できない。壊れちまうよ。いちごちゃんの特技は？特技は、手首が一周する。うん、え、やばいじゃん、ちょっと見せて。いいよ。ちょっとじゃあ床を映してもらっていいですか？ここ、あ、床？オッケー。はい。はい。いきますよ。手を置いて、はい、せーの。え、どうなってんのこれ？ヒューマンミステリーじゃない？ヒューマンミステリー、こっちの手もいけるかも。うんうん、多分さ、うん、私も一緒にやってみたら、あの、いちごちゃんのすごさがわかるよね。いきます。え、せーの。地味やな。いちごちゃん、いちごてぃん、いちごてぃん。今日は、お部屋の中見せてくれてありがとうございました。ありがとうございました。今日楽しかったです。じゃあそんないちごちゃんから最後に、うん、視聴者の皆さんに愛のメッセージ。愛のメッセージです。どうぞ。今日はまゆりさんの YouTube チャンネルご覧いただきどうもありがとうございました。わーい。実はこういう YouTube とか、うん、こうネット上に自分のお部屋を晒すのが初めてでした。うん、本当に、うん、初公開。やばい、バージン奪っちゃった。マジか。本当に知らなかった。なのでちょっとちょっぴりドキドキだったんですが、見てる方が楽しんでくれてたらいいなと思います。ありがとうございました。初めてだったんだ。初めて。みんなも楽しかったよね。うん、なんかこうやって海外の方に向けての発信とかできる機会が私はあんまりないので、なんかこういう機会をいただけて本当に嬉しいなと思っております。優しい、うん、優しいでちゅ。これを機に気になったよって方は Twitter、X、Instagram などチェックしてくれたら嬉しいです。そしてこちら、じゃーん、2023年11月3日金曜日祝日に青山リズムさんにて江口いちごワンマンライブ開催します。あー、やったー。で、テーマ
今は快感になってます。快感快感よくないだからちょっとフライヤーこの写真もなんかちょっと、うん、あはんっていう感じになってるんですよ、うんうんうん、ちょっぴりこうセクシーな大人な、うんうん、演出とかも盛り込んでるステージなので、うん、ぜひ大人の皆さん遊びに来てください。何が起こるんだろう、楽しみだなワクワクしちゃう、待ってる。じゃあ皆さんぜひ遊びに行ってください。はい、いちごちゃん今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、じゃあ最後に視聴者の皆さんに英語でお別れしましょう、うん、はい、あ、じゃあマイリーの後に続いて言ってね、うん、Thank you very much for watching. Thank you very much very much for watching. Watching. Did you enjoy this video? Did you? Did you? Enjoy this video? Video? If you like this video, if you like this video, せーの、Please give us thumbs up and subscribe. Okay, see you next Saturday. Bye bye. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Bye bye.